皆さんこんにちは、ハルジティスペックです。今回の動画では9月30日に行われる探偵 T9D1 グランプリデイトナドリフトの区間説明を行いたいと思います。まずは、スタート地点になりますが、スタート地点はこの縁石の終わりぐらいを目安に並んでいただきたいと思います。追走の際はコース上、右側に先行、後追いが左側に並んでください。まず1コーナーの進入ですが、最低でも160キロは上回る進入してください。下回ると減点になります。しかし180キロ以上で迫力があるなと審査員が判断した場合には加点をします。そして1コーナーのインクリップのゾーンですが、ここは外しても大丈夫ですが、あまり流されすぎると減点となります。そして2コーナーのアウトゾーンですが、ここはしっかりとクリップを舐めるようにしてください。しかしここをはみ出すと減点の対象となります。2コーナーへのアプローチですが、ここはアウトから大きく振りかぶってください。インサイドに行った場合はラインが小さいと見て減点します。そしてですね、アウト側の芝生なんですが、ここは1脱輪までは OK とします。2コーナーのアウトサイドですが、ここはミドル以下のラインですとラインが小さいと見て、減点とします。そして2コーナーのアウトゾーンですが、白線に近いほど、加点いたします。2コーナー立ち上がりではミドル以上のラインで立ち上がってきてください。イン側の縁石に触れると減点の対象となります。2コーナー立ち上がりでは縁石にタイヤを乗せてください。ここではタイヤを縁石に乗せないとゾーン外しと見てマイナス2点の減点が入ります。今回の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。